皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。前回の動画キッシーのアップさせていただきました後、やはりね、タイミングといたしましては一晩眠った朝なんです。あれっていうぐらい、やはりチャンネル登録者外しが行われております。皆様お忙しいところ申し訳ございませんが、外されていないかのチェックを今一度よろしくお願い申し上げます。フィードバックなどのご協力もいつも本当にありがとうございます。おかげさまでなんとかこうして維持できております。ありがとうございます。で、前回の結果なんですけれども、私ね、当然占わせていただきまして、そして結果が出ましたら、そのままね編集をしてこうアップさせていただいているわけなんですけど、私ね、自分の中では、これ私の意見ですよ、あくまで私の意見なんですけど、なんかね危険だったかなってちょっと思うんです。と申しますのは、私のねこの占いの結果が、前回の占いの結果がこうちょっと意外だったんですよ。私はもうね完全な一味だと思ってますので、これは私の意見ですよ。なので、へえ、こんな風に思ったりしているのかと、占い師としましては何があってもカードを疑ってはいけないと教えられておりますので、一応その疑わないということにしてお話しさせていただきますと、こんな思いなのか、っていう感じだったんです。でもね、私の、あくまで私のですよ、しつこいですけど、私の思いとしましては、じゃあ期待して、もうちょっと期待してみるかとか、そういう思いは一切ないんです。もう本当にこの件だけではなく、例えば税金のこと、もうそんなことなんかでも、もういろんなこと、もうここではね政治的なお話は、私も本当に知識がございませんし、あんまりね、詳しいこともお話しできませんので、ここではいたしませんが、いろいろあるんです、思いが、ね、ここはもうっていう思いがあるんです。なのでちょっと危険だったかなとも思うんですよね、結果をアップしたということが。私はもう気持ちとしましては、いや天板改正したら一票入れてやってもいいよぐらいの気持ちなんですよ、今はですよ。もうそれぐらい怒りまくってます。怒りまくってます。例えば極端な話ですけど、ああもうじゃあ消費税なくしたら入れてやってもいいよぐらいの気持ちなんですよ。いや、これに期待して、ちょっと待って、この人もしかして改正やってくれるかな、天板改正やってくれるのかしら、この結果だと、じゃあちょっともうちょっと期待して応援してみようかなとか、ないですね、私は、私はないんですよ、もうそれぐらい怒ってます、ではではまあ、今の気持ちですよ、皆様に正直な気持ちを、愉快な仲間たちだと思って私のお気持ちを、お話しさせていただいただけなんですけれども、で本日もなんですけれども、このチャンネルの中ではレギュラーの方です、麻生さんです。同じようなテーマで占わせていただこうと思います。我らが愛する信子様のお兄様ですので、今後はお名前をこう連呼しても危険ですので、お兄様と呼ばせていただきます、この占いでは、で、あと何かお話しすることはあったかな、すぐに入って大丈夫かな、このテーマなんですけれども、一度申しますと、現在の麻生太郎さんの皇室典範改正、利宮様の立体視、女性天皇に対するお考えで引かせていただいております。前回はキッシーの思い、お考えって感じだったんですけど、今回はもうね、お考えをお聞かせくださいぐらいで引かせていただいております。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。15番正位置、これね、なんかね、
あ、これはね、暖かいですよ。着ているのが、着ている言葉なんですけど、もうね、惜しみなく与えるっていう気持ちなんです。それはテーマで当てはめますと、年の宮様に対するお気持ちなんですよ。なんかね、ちょっと不敬にはならないと思いますけど、可愛くて仕方がないみたいな感じなんですよ。そんな感じが来るんです。だからなんかね、ここにはね、ティアラとかそんな思いもなんかね出てくるんですよ。惜しみなく与える。それとこのカードの意味の中には、予期せぬところ、意外なところ、思いがけないところからの惜しみなさと親切さっていうのがあるんです。なのでこの方自体が予期せぬ存在ではなく、何かこの方が連れてこられる方みたいな、つないでくださる方みたいな、なんかそんな感じがする、で何か寛大に与えられるなんです。何が与えられるのか、それは目に見えないものもございますよね。目に見えない力とか、あとはその物質的なものですと、例えばこれがね、あーの感じで出てくると、いつもなんか、まあ、またなんかお金だとかっていう感じがするんですけど、今回はね、どちらかというと、なんかね、目に見えないものでもね、正直申しまして、これね、かなりの金銭的利益っていう意味があるんです。あとね、昇給とか相続とか、そういう意味もあるんです。何かね、そういう物質的なものもなんかね、与えたいと思っておられるような、そんな感じがします。正直します。はい、ちょっと次も見ます。14番、逆、これはね、忍耐です。我慢です。今すぐ行動したり変化をし始めたりするなっていう、こういう戒めです。今はダメなんですよ。今はダメなんです。今はいかなる状況の変更も不利になる可能性があると思っておられます。そういうお考えです。次見ます。これは正逆、どちらでも同じ意味ですので、こう見やすく戻しますね。これも温かいです。これも温かいです。愛ですね。あとね、感情がもうございます。そういう、なんて言うんだろう、もうね、お気持ちなんですよ。それが出てます。年宮様へのなんかね、人間としてのなんかお気持ちというか、そういうのが出てきてるんですよ。政治家としてとか、もうそういうのじゃないんですよ。でね、このカードが示しているのはもうね、パートナーです。それが出てます。パートナー間のギブアンドテイクの流れなんですよ。そしてお互いの妥協、そして何か同意の共有が出ています。そして支援と激励なんです。これなんかね、愛によってつながれた絆とかなんですよ。そういう感じがしてます。ここからね、ポトポトっと何か果物のようなものが落ちてますよね。実をね、実をこうポトポトっと落としていて、それをここで年の宮様がこう拾っているというか、そういう姿が見えるんですけど、これもそうなんですよ。そのために一生懸命ここで実を集めている感じがするんですよね。次見ます。31番逆、これはね、現状の終焉です。それがもう頭にございます。現状の終焉。そしてこの方には何か任務、もっと言うと使命があるんですよ。それを成功裏に終えるという思いが出てます。それが出ています。この人型はどなたの人型でしょうねって感じですね。
とっとと燃やしてくださいって感じがしますね。あ、16番聖地、これもね、なんかまた与えるなんですよ。これね、ただね、2つ考えられます。なんかね、このお兄様が利宮様に何か与えようとなさっている思いが出ているような気もしますし、このお兄様が客観的にずっと利宮様を見てこられて、利宮様が我々国民になさってくださっていることとか、これからなさってくださるであろうと感じられることをここに表しておられるような感じもします。何が出ているかというと、ポジティブな影響力なんです。影響力が終わりなんですよ。しかもポジティブな、あと豊富な信頼です。豊富な信頼、豊富な信用です。あとね、寛容さ、あとね、立派、ご立派で気高くて汚れがない。あとね、あ、このカードに現れているのは乏しい中からでも与える大きな能力があるってことなんです。その能力とは品格とか人間性ですよね。私はそう思いますよ。乏しい中からも与えようってなさっている、うん、あとね、もうこのカードの意味にも寄付とか慈善行為っていうのがあるんです。それが出ております。で、この方はどんな方かと思っておられるかというと、お兄様が利宮様のことをですよ、ご自分が持っておられるもの、もうすべてを共有する、もうこれ私のものじゃないんですよね、もう国民と共有したいぐらいの、そんなお考えの方、うん、そして良いアドバイスをして、必要に応じて物質的精神的支援を提供したいと思っておられる方なんです。で、加えますと、このお兄様は、利宮様はもうそれをなさる方だと、今の利宮様はそれがしたいと思っておられるだけかもしれない。でもこのお兄様は今見ておられて、あの、なさってくださる方だと、もう分かっておられる感じです。もうね、ここから来る言葉お伝えしますね。イチャモンのつけようがないっておっしゃってますよ、うん、イチャモンのつけようがないっておっしゃってます次いきます。となるとですよ、このカードは、あのね、ちょっと見た時、一番最初に見た時に、お兄様が利宮様にそのようにしてあげたいと思っておられる気持ちかなと思ったんですけど、むしろ利宮様が我々になさってくださることですね、もしかしてご自分のことも、俺の思いに一応物をつけようがねえだろうって思っておられるのかもしれないですけどね、25番、逆、これは騎士にも同じものが出てましたね。こうなってるとね、もう本当にね、この方のためにもうパーッと道がこう広がってね、扉が開いてっていう感じなんですけど、これね、今は閉まってますよ、思っておられることは騎士と同じですね、もう多大なる、もう多くのエネルギーと努力を費やした後でのみ前向きな動きが起こるだろうと思っておられる。相当頑張らなければ難しいと思っておられる。そしてね、今回は何かね、部分的な達成とか部分的な成功っていうのがちょっと来てますね、何のことか分かりませんが、次見ます。33番、逆か。あ、これはね、どうして扉が開かないかっていうことを、どうして多大なるエネルギーをもう費やす、もう注ぎ込む、多大なる努力をしなければならないと思っておられるかっていうと、理由がここに出てます。続けて、これはね、物質主義に溺れて高い精神性からもう遠ざかっている、そんな人たちばかりだからなんですよ、エネルギーがもう大幅に低下している。そしてこの事態は現実的で根拠のある提案を何か求めている、そうお考えです。次見ます。
これか、何か、あ、プレゼントレター、またお手紙ですね。これ前回のキッシーのところにもお手紙が出てましたよね。何か同じ手紙のことかもしれないですね。これね、あの毎回お伝えするんですけど、こう枠がピンクで、なんかねすごくね、このタイトルもそうなので、なんか嬉しいね、喜ばしい何かお手紙が来るのかなって感じがするんですけど、この時点ではね、まだそれが嬉しい手紙かどうかはわからないっていうね、一応添え書きのあるようなカードなんです。で、表しているのはコミュニケーションと、あとやはりね、手紙とかはがき、メール、電話、何かそういうものを受け取るって伝えている、そんなカードなんです。で、一応は、まあ、嬉しいニュースかどうかは分からないと言っていながらも、一応は質問に対してはポジティブなカードなんですよ。例えばですけど、はあ、この受験合格するでしょうかって言って、これが出た時は合格しますっていう、そんな意味なんです。なので、なんかいい感じはするんですよ。それを受け取るだろうと言っている、なんか受け取るってもう分かっておられるような感じがするんですけどね。あとね、このカード自体に何か正式な公文書とか記録文書、あと何かを登録する、そんなようなことをね、象徴してもいるんです。ちょっと期待してしまいますね、これ。サラリーインクリース、出た、婦人、あ、またヤングブロンドメン、ここでも。これってね、本当に人物なのかなっていう感じがするんです。一つの国かもしれませんよ、これ。どうもこの後ろもね、世界地図っぽいというか、なんか伝えているのは同じ存在、小物じゃないですよ。なんだろう、政治家までがこれを出してくるってなると。でね、これは一応ね、このまま訳しますと昇級になるんです。昇級でもね、何か約束とか公約、それのね、増加とか拡大なんですよ。お金とも限らないんですよ。で、これが絡んでる、やっぱり何か国みたいな気もしますね。それか何かの団体とかね。例えば前回聖職者のカードで旧統一を表したように、これもそういう何かなのかもしれない。実際昇級の意味も何かあるのかもしれない。見てください、これね、こんな小汚いどこの子供かわからないような子供をね、ちょっとこういう品のない女が連れてきてるんですよね。これは何のことをお考えなのかわからない。でも、これがあるってことなんですよ。Generosity, Protector。 あ、The Dog of Spade。 Good Surroundings。 あ、これもね、なんかね、これは一応こうこの位置で出てますと、こう意味のない感じなんです。この裏が偽物なんですよ。偽の男なんです。だからこれはじゃあアートしましょうよ、ね、そうしましたところ、この周りには寛容ね、アーにとって寛容なんですよ。失敗とか、そういうもの、ちょっとした罪とか、そんなものは多めに見てくれるような保護者、庇護者、後援者がいるっていうんですよ。そしてこれはアーにとっては良い取り巻き、良い助言を与える、アーにとってですよ。だから我々にとってはね、ひどい助言を与える人間なんですよ。で、良い状況っていうのがこうなっている、それをお考えなんです。あ、こういう、まだこういう状況であるから、
先ほども出たように今すぐ行動したり変化をし始めたりするなというのが出ておりましたでしょ。あれですよね。いかなる状況の変更も不利になる可能性があるっていうあのカード、こういう状況だって思っておられるんですね。なるほどって感じですね。この M なんかコソコソしてますよね。悪いことしてるような感じですよね。次いきます。ラブ、マニー、フォーチュン。これはねやっぱりね、このちょっとこのね、私が1枚目のこのカードをパッと見た時にはーってしばらくちょっと言葉が出ないぐらい感じたものと同じものを感じるんですよ。なんか愛情なんです。見てください、可愛くて仕方がないって感じがするんですよ。本当にこれ年の宮様なんですよ。でね、あの愛の中でも家族愛に近いぐらいなんです。まあ、実際もうご親戚ですからね、だけどね、本当可愛くて仕方がないって感じ、こんな風に見えているような感じなんですよ。天使さんみたいな。でやはりこの方は何かね、このお金も与えたいんですよ。でこれはもう幸運そのものを与えたい、もうなんかそういう思いがねすごく出ております。出てますね。次いきます。あ、これか、なんだろう、ウェディングだ、ウェディング。ご結婚のことかとね思うんですけど、実はこの意味はあのね、まあ、あのご結婚のことももちろんあります、恋愛とかね。だけどこれね、ただこの意味だけを受け取りますと喜びとか歓喜とか満足なんですよ。そして穏やか、あとねキーワード的に言いますと晴れ晴れとしたって感じなんです。これってね、まあ、ウェディングもそうなんですけど、まるでねあの即古即位される時みたいな感じがしますよ。晴れ晴れとした、穏やかな、なんかそういう空が浮かびますね。そして喜びと歓喜と満足、国民の、でこれが表しているのはもう愛の偉大な力なんですよ。権力の力じゃないんですよ。愛の偉大な力っていうのが出てるんです。あとね、忠誠、忠実、そして誠実とか正直な感情、そしてこのカードね、これなんですけど、良いお嫁さんになるっていうカードでもないんですよ。このカードの意味はね、経済とか仕事での成功なんですよ。もちろんあのこのようなね、あの美しいお嫁さんにもなってほしいと思っておられるとは思いますが、まあ、意味の中でそういう感じなんですよ。これ何かね、本当にね、その日がついにやってきた時のような感じがするんですよね。次見ます。あ、またマリッジ。本当にマリッジを持っておられるのかな。そしたらフォーチュン。ああ、これね、これもやっぱりお考えになっておられるんですよね。いろんなこと、そうですよね。いろいろこうなったら、どのような方とご結婚とかなってきますよね。そのことも絶対考えておられますね。でとにかくこれがいつも願っておられる感じなんですよ。もう愛と幸福と成功はあなたと共にあってほしいんだと。あけじゃないですよ。そしてこれ目こそがお兄様の目ですよ。今これはもういつも見ていたし、いつも見ている、これからも見ているっていう目なんですよ。それが出ています。なかなか言い切れないことも多いんですけど、私ちょっともうこれね、もう本当にね、なんか言い切っておりますっていうのはすごく感じるものがあるんですよね。ワイフ、あ、オールドウォーマン、あ、これ気持ち悪い、見てください、これキー、婦人、鹿、何？敵ですね、これおそらく。そうですよ、これ木、婦人、鹿を出してきてる。
だこれが敵なんですよ。で考えておられるんですよね。こんな珍しい三者揃い踏みですね。うわー、ミスフォーチューン、ハウス、スカラ、これね、これは懸念ですね。うん、多分懸念です。例えばね、これだけでここにね、なんかアホな絵が出ると、ああーけこうなるんだな、フフフって感じなんですけど、これが出てくると、これやっぱりね、天皇ご一家なんですよ。でこの危険を考えておられるって感じです。うん、今回はテーマはどのようにお考えですかなので、こういうこともね、やっぱりね、考えておられるんですよ。これはまあそのね、ご一家とすると、天皇ご一家とすると、これはね、何かね、会議とか表してるかもしれませんよ。うん、これはね、今のところまだこう災難不幸不運、ああ危険だなって感じ、日の手が、なんか上がる、回るというか。次見ます。ディスペア、ジャーニード、ファルスネス、これも良くないな。なんかね、ちょっとここにこういう感じ、絶望と窮地で、これもね、裏切りとかなんですよ。うん、あとね、移り気とかなので、気まぐれとかなので、あ、これ昨日の前回のキッシンのところにもこのカード出てましたよね。うん、なんかね、ちょっと当てにならない、信用できない、周りがそうなのかなって感じがするんですよね。移り気、気まぐれ、絶望、窮地、これは明らかに年の宮様側への思いだと思うんですけどね。ただこの旅が気になるんですよ。旅ってね、この間から向こう側によく出てるんですよね。向こうというのは、まあ、一家なんですけどね、あちら側に出てるんですよね。うん、これがね、あちら側のことならよっしゃーって感じなんですけど、ちょっとこの旅がな、もしもこれがお兄様ご自身の思いだとしたら、これね、なかなか、これ周りは不誠実だし、裏切りもあるし、絶望窮地、これだと一人でさまよっておられる感じなんですよね。放浪しておられるような感じなんですよね。それなのかなっていう気もしますが、ただこの前からこのジャーニーもキーワードなんですよね。なのでちょっと引っかかります。またファルスネスだ、ジェラシー、ああまた、ああ怖い、やっぱりね、だからすぐ動けないんですよね、これ。うん、これはもう味方として配置された敵がいるんですよね。でちゃんと害する計画を持っている、うん、ちゃんとっていう言い方ないですけど、害する計画を持っている、味方の顔をした敵なんですよ。友人のようであってそうではない。でこれはもうすぐ近くに激しい嫉妬をしがちな人たちがいる、危険と不幸なんですよ。これも簡単な危険じゃない、もうそれ簡単なものでは済まないぐらいの思いなんです。なので、ね、今やはり危険なんです。それが出てます。我々はもうとにかくもう一日も早くなんとかしてっていう思いですよね。だけどまだ今できないっていう状態である感じが出てますね。次いきます。ウィドウ、ジャーニー、ホープが出ましたね。なんだろう、あ、でもね、そうなってきますと、これって本当に死の旅かもしれませんよ。死での旅、なぜかというとその後にこのホープが出ているんです。そうすると良い波が来るんです。好転すると、そこに願いと望みと期待を持っておられる、現れてるんですよ。ジャーニーの後でこれが来るみたいな。
でこの前に一回ここでねもう一つお墓があるんですよね。未亡人になってるんですよね。ちょっとこれはね、まあ、これはあまり人に他の人に操られすぎるなっていう意味があるカードなんですけども、操られすぎるな、操っているのは夫人、夫人がここに旅に出ている、そうしたら良い波が来るというふうに考えておられるとも取れますね。好転する、だってここなんかほら女性が一人乗ってますもんね、ここの。馬になんか乗っていけると思ったら大間違いですよ。馬アレルギーなんじゃないですかと逆に言ってやりたいですよね。皆さん、皇后陛下は馬アレルギーじゃありませんよ。何スマンダー9はです。これ何か思い出てますね、これはねもう抽象とか悪口、それなんですよ。これはね あちら側に対してですね、これで何かわからない。これはね病気を治したり治療したりしてますね。でも死って言ってます。なんだろう、深掘りしないでおきますね。でも死って言われてます。Love to spider lightness lightness、 これは軽さが現れてるんですよ。軽さなんです。あのね、軽はずみとか軽率とかでね、これスパイ行為なんですよ。何かされている活動、何にってこれなんですよ。何これ愛、恋愛、恋人とかなんですよ。ちょっとスキャンダラスな感じですね。何だろう、これも深掘りせずに置いておきましょうね。トゥスパイで、これね、どうあっても、例えばですよ、年の宮様がこういう風な今あの恋愛をなさっておられて、それをこう、まあ、なんと軽々しいとか、そんなんじゃ絶対ないですよね。これ向こう側ですよね。なんかありますね、鹿かな。ではこれ、今回6枚ですね、いきますよ。なんかこれわかるな。これはね、毎回申し上げますが、クローゼットを開けたら蛇がいたらどう思うかってことなんですよ。でその蛇に毒があるとか毒がないとかね、そういうのは関係なし、クローゼットを開けて蛇がいたらどう思うか、もうギョッとしますよね。何かそういう驚きを告げているんです、これ。そういう驚きがあるんですよ。嫌な驚きですよね。で、あのね、この天板改正とか、これね、このこと自体ですよ。今回のテーマはもう悩みの種、苦しみの元、もう困難の原因となるものだと、そういう思いもある。でなぜならば、もう人の嫉妬とか嘘、偽り、それから裏切りとか背信、欺瞞、ペテン、妬み、そねみで、いつガブッとかぶりつかれるかわからない、もうニョロニョロした気持ちの悪さ、ペロッと下で舐められるような気持ち悪さ、もうそういうのがあるんです、いつも。そういうことだってこれで表しておられるんですよね。表しておられるって、まあ、カードはね表しておられるんですけども、思いはこういうふうにお考えってことなんですよ。この改正しようって思った時にこういうの、それはね、ご自分、政治家のご自分としてこういう思いするっていうのと同時に、年の宮様にとってもう悩みの種であるのは間違いないということを表してるんですよ。なぜならずっとそういう、もう嫉妬から羨望から裏切りから、もう欺瞞からがもう渦巻いているので、ただこれを出しておられるんですよ。ちゃんと楽観主義の光です、これは。ピカーッと
幸福、成功、もしこれ天板改正したら幸福、成功、そして激励の思い、勝ったっていう、もう選挙に勝ったようなもう勝利、それから名声、栄光、名誉ある評判ですよね、そして温かさ、この明るさ、太陽の明るさというのはカードが言っているのはこう影、どんな暗い冷た寒い影があってもそこに熱と透明感で覆う力なんですこれ、透明感なんて言葉はもうね天皇ご一家にしか当てはまりませんよね。もうアーとか真っ黒ですよ、あのアーキは全部が。でこれは力と自信を与えて障害を克服する、そういうことも意味してます。ただこれをしたらこうなるなるんですけども、これがこのクロス、これはもう何せ痛みです、そして困難な挑戦です、試練、涙、そして義務と重責です、そして重荷でもあります。苦難、逆境がやってくる、もう悲しみと失望、それから何よりね心痛とか苦悩があるんですよ。それが分かっておられる、だからいろいろお考えになるんだなって思います。ただねこのカードの、このカードそれだけで捨ておいているカードではないんですよ。意味の中にねやはりあのよく申しますでしょ、あの自分に超えられないようなそういう困難は来ないと、超えられるからこそ来る困難だというね、そこなんですよ。これはね経験する必要がある、学ぶ必要があるんだっていうことをが出てるんです。あとね年の宮様は魂の成長ということに関しては先駆者だと、それが出てます。これ年齢じゃないんですよね、今この世にあの次々と生まれてくる、子供たちっていうのは我々が師と仰ぐべきような魂だというお話が今ございます。小さいからといってあの赤ん坊扱いしちゃいけないんですよ。我々がもう師と仰がなければいけないようなそういう能力を持っている、そういう使命を持ってきている子どもたちばっかりだっていうお話を大切に育てなきゃいけないですよね。そういうお話ございます。それと同じでこれはまだ年齢お若いですよ、お若いですけれども魂の成長においては先駆者だっていうのが出てるんです。それともう一つ、これはね隣にこんなに素晴らしいカードがありますとね、ちょっとね別の意味にもなるんです。あのね祈りとか祈祷ね、ご祈祷の祈祷ね、あとね何かを祈願したり祈る人っていうのもあるんです。まさしくこの役割ですよね。だからそれが出ている、この方に祈ってもらいたいんだという思い、あーや H 祈れますかって言うんですよ。祈る気なんかさらさらないじゃないですかね。最初からなんか言ってましたよね、なんか神社長を設けどうのこうのとか、もうどこまでアホなんだと思いますよ。あいけない、また今日は最後まであんまり悪口言わないように頑張ったつもりが最後の最後に、次いきます。あ、クロスロード、ブーケだ。いやー締めますね、ちゃんとこれで締めてくれた、なんかちょっとほっとしましたよ。もうこれ締まってなかったらどうしようって感じですけどね。これはねもう選択を迫られる瞬間です。一言申しますと決心、決断、決定です。でそうした後でまだ雲があるんですよ。これ雲はねずずっと雲が上にあるってことはまずないですよね。太陽がずっとないのと同じで、まあ、覆われるんですけどね、本当はあるんですけどね。でこの雲っていうのはずっとしたところにはいないですよね、こう動いてますよね。だけど雲の下にある時っていうのはそのどうしてもね問題が起こります。雨がわーって風がファーとかね、そういう問題の影響とか余波というものに、雲の余波というものに、対処しなければならなくなるなっていうお考えなんですよ。この後でなんですよ。
で、あと霧の中にいてちょっと、何かよくわからない不確かな、状態とか、まあ、混沌ですよね、不確実性も表すんですよ。それから何か問題のある出来事も起こるだろうとか、まだまだいろんな疑念もあるだろうとか、何せ複雑、今も複雑ですけど、この後も複雑であるだろうっていう思いがまず出ておられます。でどうしてもこう大きな変化、変更の前にはその混沌というものは経験しなければならないのかなという思い、そして最後はブーケです。至福の喜び、この上ない喜びがやってきます。でこれはね、何よりも満足させてくれるっていう思いなんです。だからThank youカードなんです。これはありがとうって言いたい気持ち、これは年の宮様が満足させてくれるっていう思い。でももう一つ思いますよね、お兄様に我々が満足させていただきたい、お兄様に我々がありがとうと、申したいですよね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。 It's a mercy.